はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分丸1をお送りします。で、前回前々回、まあ、2本ね、不定積分やってきたんですが、ここから定積分の話です。で、定積分でタイトルは2本取って、まあ、その後タイトル変わるんですけど、でも定積分の問題がしばらく続きます、ここからね。で、まずは定積分のを求める問題を5問今回やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとね、バランスの書いてることがないんかいみたいな感じもするんですけど、ちょっと板書の量の関係でね、今回この5問となっております。配置もね、あまり気にしなくて大丈夫です。で、定積分、ここからやっていくんですけど、まあ、インテグラル使いますね。普通に前回と似てるんですけど、何が違うかって、インテグラルの下と上に数字が書いてあるんです。ね、インテグラル。これ読み方ね、どうだろうね、先生と違うかもしれないけど、自分1から2とか読むんだけど、インテグラル1から2の 6x2 乗プラス1みたいな。こんな感じで数字がくっつく。この定積分です。でも、やり方同じ、基本的には。で、どうやるかっていうと、まず、前回までにやったように、こいつを積分してください。積分するの。で、それをやると、でね、こういうね、括弧を使います。で、これとこれを分けて括弧書く先生もいるんですけど、自分もめんどくさいので、一気にいきます。それでも OK だからね。で、これを積分すると、まずこれ。2x3 乗。で、この、積分なんでそうなるのって思う方は、1個前ともう1個前の2個の動画で確認してください。ちょっとそこはね、今回割愛しますので。で、1が x になる。で、今まで不定積分の時は、この後にプラス c が入ったの。積分定数がね。でも、ここに数字が入ってる。定積分求める時は c は除きます。書かなくて大丈夫です。で、括弧閉じる。で、ここの1と2書いてあるので、括弧にこうやって書きます。まずここまで覚えてください。積分する。C は除いてね。積分して数字を同じように書くだけです。で、この後どうするかっていうと、ちょっとね、入らないんでこっちずれますね。まず、上の数字を代入します。X のとこに。だから、代入すると、ここに2を入れると、2の3乗で8。だから、ごめんね、2、8、16。詰まっちゃった。で、2を入れると、プラス2です。で、次に、引く、下の数字を入れてください。だから、2足す1って。あと、これ解いて終わり。いいね。積分をする。上を代入したもの、引く、下を代入したもので解く。いいかな？こういう風にやります。だから、これ18-3なので、答え、15って。こういう風に解いてください。で、ちょいちょいね、下の方で技が出てくるんですけど、まず2番は同じようにやっていきます。インテグラル0から3の 4x-3 ですね。だからまず、4x-3 を積分して、2x2乗-3x。で、C は入れません。で、0から3なんで、こうなる。で、上の数字代入したものを引く、下の数字を代入したものなので、上の数字入れると、差段角だから18。で、マイナス9。ですね、入れたもの。あえて括弧を書かなかったのは、マイナス、下を代入するんですけど、0なんだよね。だから上代入しても、基本的に終わってしまうので、これで、求めて9と。いいかな。で、次、ここ赤だからこっち青にしようかな。で、ここね、3番、4番、5番、全部ある技を使います。5番とか超楽なんですけど。で、3番がね、ちょっとめんどくさいんで、2個解き方紹介します。で、まず1つ目は、これ、括弧 x-1、x-2 を普通に展開する。そうすると、x の2乗、マイナス 3x、プラス2だよね。だから、これだと思って、上と同じようにやっていきます。まあ、ちょっとこっちあるね、先に。で、やっていくと、3分の 1x3 乗、マイナス、2分の 3x2 乗、プラス、2x 閉じて1から2だね。
もう分数が2個ある時点でちょっと心が折れそうですけどね。で、右側に書きたいのでちょっと詰めようか。ここ行きますね。で、括弧、まず上に代入します。入れると、3分の8。入れると4だからマイナス6、プラス4。閉じて、引く。今度1代入ね。3分の1、マイナス2分の3、プラス2。イコール。はい、嫌ですね、非常に。これどうしようかな。まず分数攻めようか。マイナス3分の1なんでくっつけると3分の7。あと消しますね。ちょっと書くか。7でしょ。で、ここがプラス2分の3。で、マイナス2、くっつけるとマイナス4が残るのか。はい、これ通分するか。6で通分するので、6分の2倍して14。3倍して9。で、マイナス6倍だから24か。ってことは、マイナス6分の1かな、答え。あ、ティッシュ。消せつがなかった。ちょっと待ってね。ってことは、マイナス6分の1と。ね、これで OK という感じになります。で、別解です。はい。基本的には、こうやって解くんだと覚えておいてください。でも、ある公式をちょっと今回覚えてほしくって、それを紹介します。で、どういう時に使うかっていうと、これはですね、どうしようかな。赤。だから、いや、青の吹き出しの方がいいね。インテグラル、アルファ、ベータ。まあ、なんかの数字ですね。で、後ろが、x マイナスアルファ。あ、アルファ苦いやつ。x マイナスベータの dx この状態で、特徴、どんな特徴かっていうと、まず括弧が2個あります。こうやって因数分解してみたいな感じでね。で、 xx でここに数字が来るじゃないですか。で、その数字も両方マイナスだよ。だから、まあ、これを解いた時の解だよね。解は α と β になりますね。イコール0を解くとさ。で、そこの数字がここに来てると。で、今それなんだよね。1と2、まあ、マイナスとマイナスついてるけど、1と2になってて、それがちゃんと来てると。で、この時、公式があって、これね、ぜひ覚えてください。ちょっとめんどくさいですけど、マイナス6分の1、カッコ、ベータマイナスアルファの3乗って、いう公式があるの。で、これ、後々の問題で結構使えます。この公式。覚えておくと楽ができるっていう。だって、これやんなくていいんだもん。こんなめんどくさいの。で、今、この状態当てはまってるのね。1と2、1と2ってちゃんとなってるから。ってことは、代入すると、マイナス6分の1、カッコ2マイナス1の3乗。で、2マイナス1って1じゃん。だから3乗しても3、1だから。結局、マイナス6分の1かける1なんで、これになるよねっていう。っていうのがあるの、これ。で、これに関しては、ちょっと色黒にしようか。いや、赤にしよう。まあ、さっきも言ったけどね、ぜひ覚えてください、この公式。で、すんなり見てね、1212じゃんってなってれば楽なんですけど、ちょっとくくり出しを使ったりとかしないと、この状態に持っていけない問題も結構あるんだけど、ひとまず今回はこういう公式があるんだっていうの頭に置いといてもらえると助かります。で、次です。はい、で、次もある技を使うんですけど、これね、インテグラルのここの数字がマイナス3と3みたいな、マイナス4と4、マイナス1と1みたいな感じになってる時って、これね、結構こう覚えてる、なんか公式があったなとか技があったなって覚えてくれてて、こう括弧が多い。2が前に出てきて、0から3の こうなるんだよねって。これ今のところまだ説明してないんですけど、定積分って、これちょっとここで説明しようか。簡単に言うとね、長くなっちゃうので、簡単に言うと面積なの、定積分って。で、何の面積かっていうと、こうやってね、x 軸、まあ y 軸と x 軸あるじゃないですか。で、関数がなんかあると。で、それが全部正であることが条件なんだけど、その範囲で。わかんないけど、まあこういうね、関数があると。で、その時、1から2って言われたら、x が1の時から x が2の時までのここの面積のことを定積分で表してる。
簡単に言うと。だからこれマイナス3から3だったら、そのもちろん物にもよるんだけど、例えばだよ、すっごいシンプルな関数でいくなら、じゃあ二次関数使ってみようか。こうやってなってるするでしょ。で、マイナス3から3ってことは、これすげえ曲がっちゃったけどごめんね。こうなってて、まあこう、ここの面積を出したいんですけど、で、右と左って同じじゃないですか、必ず。同じになるでしょ。だから、0から3までの面積を2倍しても同じじゃんっていう、そういう発想になる。だからこれ、マイナス3から3じゃなくて、0から3。で、0になっちゃえば、こういう状態楽できるんだよ、計算の時。だから、0から3にしてしまって、2倍を出してねって、いう公式がある。でも、実はこれ、×なの、これ。で、何が×かっていうと、これ、ルールがあって、よいしょ。これね、6x2 乗マイナス 8x プラス3って、まあ、分けることができる。インテグラル書こうと思うと。で、どういうことかっていうと、こんなにしっかり丁寧に書かなくていいからね。頭の中で処理して構わないんですけど、今、あえて分けますね。6x2 乗とプラス3、まずセットにします。プラス3の dx。足す、インテグラルマイナス3から3。の、マイナス 8x 残ってるんで、ちょっとあえてこう書こうか。こういうふうにね、分解することができる。だから逆を言うと、くっつけることもできるんですけど、こういうふうに。で、こう分けました。で、分けたんですけど、なんで分けたかっていうと、こっちのグループ、こいつら。これ、さっき言った2倍の0から3、6x2 乗プラス3、dx が使えます。でもこっち2倍ならないです。どうなるか、0なんです。これいい、0になる。これどう覚えるかって、これね、ちょっとまた書くと長くなっちゃうんで、ここはね、割愛しちゃいますけど、覚え方として偶数次数、つまり2乗4乗0乗も OK ね、2乗4乗のやつは2倍が使えるんです。1乗3乗5乗奇数値だね、奇数字の時はこれが使えません、0になります。だから分ける必要がある。で、大体の問題集はもうね、2乗とここがないんだよね。6x2 乗プラス3みたいになってて、あ、2倍使えんじゃんみたいな感じのものも多いんですけど、こうやって出されちゃうと、それ解くと×になっちゃうんで、必ず偶数次数、ね、のやつは2倍使っていいよって。ここの数字がこうなってたらね。で、奇数次数の方は0になるよって。いうのが頭で分かれば、もう最初からこんなん書かなくって、あ、こいつ使わないんだね、こいつだけやればいいやって頭で処理してくれれば構わない。で、あとはこれを解いていくと、2出しておきます。で、積分して、2x3 乗プラス 3x の3から0。2倍の、これ入るかな、右。あ、入りそうだね。3乗入れるとでけえな。3×3=27、27の2倍だから、54プラス差算額、63の2倍126。合ってるかな、入ったかな、大丈夫ね。という感じで解いてください。これちょっと、まあ自分が高校生指導してる時によく思ったことなんですけど、学校でやったっつってで解いてもらうと全部2倍するんだよね。あ、違う違うみたいな感じの方が結構いたので、こんな感じで偶数次数の時だけ使える、で奇数次数の方は0だよ、なくなるよっていうのを覚えてください。この時ね、マイナス3から3とかマイナス2から2みたいな時だけですけど。で、最後です。ここだけ見ると超めんどくさいんですよね。もう、4つみたいな感じがするんですけど、これ一瞬で終わります。あ、黒じゃない。失礼。最後、一言、ゼロ。以上です。で、これの特徴はここの数字。これまあ下段上段かな。この数字が同じ時は0です、必ず。これまあ5から5ですけど、3から3、マイナス1からマイナス1、全部0になります。で、それはさっき言った面積を考えると、1から2だったら面積できますよね。でも5から5って同じ重なってるから面積できないんだよね。だから0になる。っていうのを覚えていただければと思います。
今回は高校数学数2の定積分丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回ね定積分丸2もう一本ね取ります。でねそっちもまたやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。